はい、今回もカナゴルフアイランドの、施設をお借りして、今日はスタッフの川野プロと一緒に収録をするそうです。実際に3ホールぐらい回っていこうじゃないですか。はい。はい、でドラゴン編ではすみません、僕はあのちょ少し変えたんで、ちょっとそのスコアでちょっとやっていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ今回は福岡県ということでケアゴルフクラブを3ホール勝負していきたいと思います。よろしくお願いします。ガチンコなんで、はい、はい、お願いします。お願いします。すごいな、ヒットスピードが落ちないですね。当たり前です。当たり前ですけど、ピンクがめちゃくちゃ綺麗です。おー、もう普段もあれですか、フェードでちょっと。そうですね、はい、フェードでいつも。お願いします。お願いします。おー、よし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 、いいですね。これすごいですね。よし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 、これスイングも出るんですか。そうです、AI がナイスショットと判断したら、はいはい、じゃあリプレイができるようになった。ということで今川野さんのナイスショットじゃなかったんですか。そうです、 AI できるんですね。すいません、口コミでしょ。口コミで川野さんのセカンドが85ヤードですね。ここにラフなので96ヤードがここに出てるんですか。ここが距離で、あ、はい、あ、なるほど。ラフが 10% 飛ばないようになってるので、そんなのも出るんですか。はい、26に行ったなって感じですね。はいはい、あー、全然全然ありがとうございます。これはだから私の場合フェアウェイなんて全部飛ぶということで、そうですね、71.6 ってことで、全然でかい。ちょっと待ってください。全然でかいですね。あれ？じゃあこれ 10% 飛ばない。そう。15ってことで。はい。そうです。だから15ヤードって。ってことは 10% 飛ばないっていうのは17ヤードぐらいだよね。あ、微妙。難しい。傾斜が流れてる方に決める。なるほど、右に行ってる方にですね。高さが 0.01m なので、ちょっと右に行くかな。これフックですね。はい。いや、それがいいですね。どうしても勝ちたいんで、外してもらっていいですか。難しいけど、うわー、うまい。いやー、助かった。すごい。じゃあ、これはあの円の中に入れないと今シーズンは。そうですね、はい。今日はちょっと川野さんのクラブでちょっと右に打てばいいってことですね。これもう今日は本当のおー、ナイスナイスパーナイスパーナイスね。ちなみに川野さんベストスコアです。ベストスコア70です。そういうレベルです。ニーナバーみたいな。あなた、ありますね。あなた、ありますよね。はい。近くまで行くぞ。あー、プッシュしたよ。やばい。これ、OB じゃないですか。やばい。うわ、致命的。あほこれ、OB もリアルなんで。そうですね。すいません、判定に行きます。やばい。3本しかない。全然勝てる要素がないです。僕はもうこれボギーで上がるしかないですね。これすごいですね。引っ掛けたところで引っ掛けますね。ちゃんと出ますね。難しい。さ
な気が、これビーロケーションといわゆるストーリーであるですね、はい、ホールで2打差って致命的なミスですね。体力使っちゃいました、先にトラップを。入りがいいなぁ。すごい。めっちゃいい音してたね。140、42ですね。風はちょっと右からもあるんですよね。ちょっと右見た方がいいってことだね。あ、やばい。ジャックした、ジャック。できないですよね、僕の YouTube チャンネルは。やばいなぁ。おぉ、ちくしょう、悔しい。おぉ、いやぁ、これね、本当にちょっと多分リアルなやつはしてる。そうですね。ですよね。ちゃんと勝負しますから、本当に。でも4メートルのスライドですね。最後パーで終わりたい。いやー、ひどいスマホだったな、これ。3ホール勝負なんですけれども、ハードさんはオーバー、僕フォーオーバーということで、泥試合の中でも僕は最悪でもこれ面白いですね、本当に引っ掛けたと思ったら本当に引っ掛けてますし、すごく分かりやすいと思います。こういう施設もあるということで、そうですね、はい、いろんな楽しみ方ができるということで、ここまで負けましょう、またチャレンジしてください。はい、お願いします。皆さんもぜひ、カナゴルフアイランドに行ってもらって、ぜひ見れると思います。ぜひ今日は川さん、ありがとうございました。また川さんのレッスンの受けたい方は電話していただければ、はい、よろしくお願いします。